こんばんは、入山亜希子です。5月9日土曜日、入山亜希子のつれづれ日記。今日はいかがお過ごしでしたか？今日日中ご一緒してくださった皆様も、またつれづれ日記聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれません。週に1回のお楽しみ、 Facebook の生配信、生ライブで皆様とつながる時間を持てて、とても幸せでした。そしてテレビとラジオもおかげさまで時々出演させていただけるので、皆様にご覧いただくことができて、こういったこともありがたいことだなと思っています。テレビは朝5時15分という早い時間、テレタマの入山亜希子とマイク川原のここ一番の歌謡曲、見ていただきましたでしょうか。そして午後からは13時30分から FM チャッピー77.7MHz、 遠くの皆様からはネットでお聞きいただける、こちらも嬉しい時間でした。ゲストは和久井社長にまたいろんな話を伺うことができまして、そしてまた来週も今度はどなたのお話をしてくださるんだろうと、今から皆様に楽しみにしておいていただきたいと思います。リクエストもたくさんお受けしています。どうぞメッセージを添えてリクエストどんどんいただきたいと思います。皆様にとって懐かしい思い出の曲なんかもエピソードを添えていただけますと大変嬉しいです。さあ、それではこの自粛の期間、楽しいことばかりではありませんが、不安なこと、そしていろいろ出てくる問題、何としても乗り越えなくてはいけないという強い気持ちと明るい気持ちは捨てずに前を向いていきたいと思います。元気にお会いできる日を楽しみにしております。それではおやすみなさい。良い夢を。小坂京子さんの思い出枕。思い出しそう。